フェリックス・マガト、ボルフガング・フェリックス・マガト、ボルフガング・フェリックス・マガス、1953年7月26日体は、ドイツ・バイエルン州、アシャフ・フェンブルク出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元西ドイツ代表、現役時代のポジションはミッドフィールダー。プエルトリコ出身のアメリカ軍人の父とドイツ人の母との間に生まれる、選手時代は、 キャリアの大半をハンブルガー SV、HSV で過ごし、同チームで通算306試合46得点。主に中盤のゲームメーカーとしてプレーした。HSV 時代の1983年に行われた UEFA チャンピオンズカップ決勝のユベントス FC 戦では相手 GK の頭上を超える見事なロングシュートで決ゴールを決めタイトル獲得に貢献した。 その年のバロンドール投票で自己最高の5位を記録した。1977年により西ドイツ代表としてもプレーし、1982年のワールドカップスペイン大会と1986年のワールドカップメキシコ大会に出場し、2大会連続の準優勝に貢献。引退までに43キャップ、3ゴールを記録した。引退後はフルス。 HSV を皮切りに、ドイツ国内の複数のクラブの監督を歴任。2001年から2004年まで率いた VFB シュトゥットガルトでの手腕が認められ、2004から05シーズンにより、名門バイエルン・ミュンヘンの監督に就任。ブンデスリーガとドイツカップを連覇し、2年連続で2冠を達成するなど輝かしい戦績を収めた。しかし、就任3年目の2006から07シーズンは、 一転して成績不振に陥り、年が明けた2007年1月31日に解任された。2007から08シーズンからは、VFL ボルフスブルクの監督兼スポーツディレクターに就任。2年目の2008から09シーズンは後半戦から追い上げを見せ、同クラブを初のリーグ優勝に導いた。翌2009から10シーズンからは、 シャルケレイヨンの監督兼スポーツディレクターに就任。就任初年度からリーグ2位の成績を残した。しかし、2010から11シーズンは、チャンピオンズリーグでベスト4進出を果たす一方で、国内リーグの成績が低迷し、シーズン途中の2011年3月16日に、解任が発表された。シャルケの監督を解任された、翌日の3月17日、再び、 VFL ボルフスブルクの指揮を取ることが発表された。契約期間は2013年まで。就任当時チームは降格の危機に瀕していたが、シーズンを15位で終え一部リーグ残留に成功した。しかし、翌2012から13シーズンは、開幕から1勝2分5敗で再開と低迷。シーズン途中の10月25日に成績不振を理由に解任された。 2014年2月14日、プレミアリーグで最下位に低迷するフラム FC の監督に就任。自身初のドイツ国外で指揮を取ることになった。だが成績は好転せず、19位に終わり2部へ降格。2014から15シーズンも7試合で勝ち点1の最下位に沈み、9月18日に解任された。2015年の末には、日本の J リーグサガン鳥栖が、 マガトにオファー。12月上旬には来日して、トスと交渉を行い、一時は就任が合意に達して仮契約を交わしたと報道されたが、その後トスの主力選手が他クラブへ移籍したことなどを理由に保に。12月31日に自身のフェイスブックでトスに断りを入れたことを正式に表明し、日本での式は幻に終わった。2016年6月8日。 中国サッカースーパーリーグの三刀ロノーの監督に就任したが2017年12月1日に同クラブを退団した。スポーツ科学や細かい戦術、選手との対話を重要視せず、数多いドイツ人指導者の中でも際立ってハードなフィジカルトレーニングを課すことで知られている。モットーはクワラタットコムトフォンクワル、高いクオリティは苦しみから得られる。 ドイツでは、マガトは、軍隊式のトレーニングを課すと言われており、早朝からのランニングや綱登り、長距離ダッシュなどのハードな練習を一日三回に、渡って行う、三部練習などは、その一例である。VFL ボルフスブルクで指導を受けた、長谷部誠は、その練習の厳しさを地獄に例える一方で、非常に鍛えられ好調を維持できたと評している。 2010から11シーズンの最終節でスタメンを外れたことに起こって無断帰宅した自衛後に対してはたとえチームに残っても起用することはないという姿勢を明確にした。2011年9月には戦術を無視したとの理由でパトリック・ヘルメス、マリオ・マンジュ・キッチの両選手にそれぞれ1万ユーロの罰金を課した。また2012から13シーズン開幕前に移籍を 希望したものの結果的に残留することになった長谷部は開幕後から一貫してシモンケアーは数試合を除いてベンチ入りメンバーから外された。ドイツのメディアからは日本人コレクターと呼ばれている。日本人を獲得して成功したチームが再び日本人を欲しがることはあるが個人の監督が複数のクラブで日本人選手を新規でエする例は間がとおいて他にない。 マガトが日本人を評価する理由は、日本人にはテクニック、総力、規律がバランスよく備わっており、自分の理想とする統率された組織サッカーができからだという。テクニックならブラジル人の方が優れているが規律を嫌うとも、ヨーロッパ人は総力があるが技術がなく、技術のあるヨーロッパ人選手は高すぎると話している。日本人選手を高く評価する一方で、 大久保義との軽率なプレー、アウトサイドパス、オーバーヘッド、ヒールパスなど、に激怒し、怒鳴り散らしたことや、ベンチ外にしたこともあった。ドイツサッカーコーチ連盟の副会長を務めているものの、指導者の間では、一昔前の監督と評価されている。しかし2008から2009シーズンに監督に就任した VFL ボルフスブルクでは、エディン・ジャコやジョズエ、 マルセル・シェーファー、長谷部誠といった国際的には無名の若手を次々と抜擢してチームを優勝に導き育成型の監督としての評価を高めた。一方でシャルケ・レイオンで指導を受けたジェフェルソン・ファルファンはマガトのカス練習は軍事的でいい気分ではない人間性が疑わしいはマガトにキャリアを潰されかけたと批判している。ハンブルガー・エース・ン。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。